こんにちは、こんばんは、おはようございます。福地犬の部屋へようこそ、ようこそ。今日のお話はちょっとセンシティブな話題なんですけれども、まあコロナウイルスとコロナワクチンのお話なんと、ワクチンパスポートのお話で、ちょっとねニュースを見ててちょっと気になったことがあったんです。ニュースを見てて気になったことがあったんで、ちょっとこれをね知らない人もいるかと思うし、ワイドショーとかだとなんかワイドショーのプロデューサーの意向で事実を伝えるということよりも、なんか事実は伝えてるんだけど、なんか話の方向性を操作するような言い方になってくると思うので、私が、私の意見は入ってくると思うんですけども、なんとなく感じたことを話します。で、厚生労働省の発表で、15日、成田空港で、新規コロナ感染者が15人くらい。15人？何人か忘れちゃったんですけど、ごめんなさいね。そこの数よりも大切な数があって、でワクチン接種してるか接種してないかが分かる人っていうのが全員オミクロン株だったんですけど、12人中11人がブレイクスルー感染だったんですよ。12人中11人がブレイクスルー感染で、12人中11人がブレイクスルー感染っていう記事を見て、福知犬はあれ、ワクチン接種って意味ないのかなと思ったんですよ。私は2回ワクチン接種してるのでね。で、ちゃんと調べたんです。ちゃんと調べたら、ワクチン接種は意味なくないんですよ。ワクチン接種をすると、重症化を防げるし、死亡率も低下する。例えば、大阪府が発表した60歳以上に関するデータだと、大阪府の発表ですよ、厚生労働省じゃなくて、60歳以上でワクチン未接種の人の死亡率が 4.6% で、重症化が 6.1%、 それに対してワクチン2回接種した人は死亡率が 1.6% で、重症化率が 1.9% ってことは、ワクチン接種した方が重症化もしないし死亡率も低いということで、ワクチンを打つことに対して一定の効果はあるのかなと思いました。あるんだろうなと思いました。ただ一つ、それに伴って最近世界各国でワクチンパスポートっていうのが義務化されていて、ワクチン接種しているかワクチン接種していないかっていうのを証明書を持っていないと、特にイタリアとかだと、もうお店とかワクチンパスポート持ってないと入れない状態になっていて、大規模デモとかが起こっているんですね。で、そのことに対してこの大阪府の発表を見てて、私がねすごいショックを受けたというか、びっくりしたものがあって、この大阪府の発表によると、コロナって無症状感染ってあるじゃないですか。無症状感染、感染してもコロナの症状が一切出ない、でもコロナには感染してるから他の人にはうつすっていうのが無症状感染で、昔は2020年の前半くらいは子供が無症状感染になって、なんか風邪ひいたのかなと思ってたけど、で親が言ったらコロナに感染してたみたいな無症状感染が結構あったじゃないですか。で、無症状感染ってワクチン未接種の人の無症状感染は 11% なんです。ワクチン未接種の人の無症状感染は 11%、 それに対してワクチン接種2回接種済みの人の無症状感染率は 17% なんですね。 17% ワクチンパスポートって思うでしょう。で、私の実際の知り合いでちょっと持病の問題でワクチン打てない人って結構いるんですよ。
アレルギー症状、インフルエンザでアレルギー症状を起こしてしまった人とか、なんか注射でちょっと問題を起こした過去にね、ことがあってワクチン打てないって人が、ちょっとズームとかでお話した時に、なんかワクチン打ってない人と一緒に行動したくないって言われましたって言ってたの道で、何それと思ったんだけど、でもで、ワクチンパスポートっていうのがさらにワクチン打ってる人と打ってない人を分けるっていうことで、なるんですけれども、ただ無症状感染率はワクチン接種した人の方が多いってことを考えれば、ワクチンパスポートって意味あんのかな意味あんのかなって私は思いました。私はワクチン2回打ちました。それは客商売をやっているんです。客商売をやっているので、昔ワクチンが打ち始めた頃はワクチン打った方がいいですよ、ワクチン打った方がいいですよって言われたので、客商売やってるので打ちました。でも結局、オミクロン株に進化した現時点では、以前はね、オミクロン株に進化した時点ではワクチン打っていても打っていなくても感染はします。で、違いはワクチン打った人が重症化したり死亡したりということが少ないということです。さらにワクチン2回接種した人の方が、無症状感染率が高いということ。無症状感染してる人は他人に移すかですよ。自分は無症状なんですけど、他人には移す。なので、ワクチンパスポートって、どうなんだろうねだってワクチン打ってない人の方が症状出やすいんだよ。ワクチン打った人は無症状感染になりやすいんですよ。で、無症状感染の人は、他の人にはちゃんと感染できるんですよ。そう考えると、ワクチンパスポートってどうなのかなって思いました。ただ、この話ね、私がスピリチュアル YouTuber なのにワクチン2回接種しましたって言ったら1000人以上チャンネル登録者が減ったんですよ。スピリチュアル YouTuber の方が皆さんね、ワクチン反対なので、でも、今回の情報は、ワクチン私2回打ってますけれども、ワクチンパスポートが世界各国で、義務化されて、日本も導入化されるって中で、どうなのかなと思ったん、今日初めて思ったの、調べて。ブレイクスルー感染が非常に多い。じゃあ意味ないのかなと思ったら、でも、かかることはかかるけど、重症化しないっていうメリットがあるんだな、ワクチン接種は。でも、ワクチンパスポートに関しては、ワクチン打ってない人の方が、症状が出るから分かりやすいんだけど、ワクチン2回接種した人は 17% も無症状感染者がいるってことは、ワクチンパスポート制度どうなのみたいな感じに思いました。以上でちゅー。